2016年紅花慕情でデビューから2024年で8年の葉山瑞希さんの今作品は、梅の咲く頃訪れた恋に戸惑う女性の複雑な心情を歌った2024年1月17日発売の新曲「恋春花」です。梅の香りに包まれて、あなたの胸で見た夢よ。2024年1月17日発売、葉山瑞希さんの新曲「恋春花」でした。愛して